週末仙台はジャズフェスがありますよね。そちらに行かれる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、クラシック畑の人間として言えば、そのいわゆるジャズな方の演奏を聞いて本当素晴らしいなと思うんですけど、私たちが彼だったらまあ別なんですが、私はもう本当に楽譜がないとやっていけない人間なので、それはやっぱりすごくああいう方たちがすごく羨ましいなという思いはたくさんあります。それでは次からはピアソラをお聴きいただきますが、では、続いてはオブリビオンです。ピアソラはバンドネオン奏者、アコーディオンとはまたちょっと違うんですが、バンドネオンという奏者で、作曲家でもあり、さまざまな作品を残しました。このオブリビオンは忘却という意味です。さまざまなことを考えてしまいますが、どうかお楽しみいただければと思います。
まさにその最後は実はこれは楽譜がなくお二人の世界で、本当にあの毎回合わせの時に水木くんが違うインプロビゼーションをあの披露したアドリブなので、本当にそれに淡沼さんがその盛り上がるところはちゃんとそれをつけてくださり、もうそれをお二人が感じ取るっていう、そのもうアンサンブルの素晴らしさはもう本当に今回本当に良かったなと思っております。本当にお二人ありがとうございます。おかげさまであの今回3回目ということで、実は今日3回続けていらしてくださっているお客様が何枚かいらしてくださって本当にありがたいことなんですけれども、あの4回目も一応あの開催予定はあのちょっと日程がまだ未定なんですが、次はあのフルートとサックスという組み合わせをちょっと考えておりまして、またご案内できると思います。それから今日チラシにあの、が挟まっていたと思うんですが、相田瑞希さんがあの仙台での初のソロリサイタルを12月22日になさいます。あのぜひあの皆様ご来場いただきたいと思いますので、あのチケットも今日多分私持ってきてるはずなので、あのお声掛けいただければあのご案内できると思いますので、ぜひぜひあの応援よろしくお願いいたします。野田さんからも何かご宣伝があると思うんですけれども、お願いします。ありがとうございます。ですね、チラシを今回、用意できてない誠に申し訳ないんですけれども、あの来週の、9月18、9 と、仙台フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会があります。まだチケットはありますので、あの今回はベルリンフィルハーモニー管弦楽団から首席クライネット奏者のフックスさんをお招きしての演奏会なので、めったに聞けない演奏会ですので、どうぞお越しください。失礼いたしました。では、あのいよいよ最後の曲になりましたが、じゃあそれも水木くんの方からお願いします。ありがとうございます。最後の曲、キーチョ、これもまたピアソラの作品ですが、ピアソラは一人で演奏活動していたわけではなく、ピアソラ楽団として世界各国を回っていたんですが、このキーチョというのは、卓越したコントラバス奏者のキーチョさんという人のために書いたからキーチョという名前のようです。初演もこのキーチョさんが、やっています。であのもちろんピアソラが、バックにバンドネオンを入れて、でもコントラバスが主役ですよというふうに、作曲した作品です。お楽しみいただきたいと思います。失礼いたしました。ちょっとあの、すみません。じゃあついでに、このキーチョではちょっとマリンバでも面白い奏法を取り入れましたので、お楽しみください。